ナンバー・アイがボウックジャパンとの特別なコラボで新たなフレグランス体験を提供。日本のエンターテインメントシーンに新たな息吹をもたらす新しいボーイズグループ、ナンバー・アイがボウックジャパンとの特別なコラボレーションで注目を集めています。グループのメンバーである平野市を、神宮寺勇太、岸優太が、イブ・サンローランのアイコンフレグランス、リーブラ、 とともに、自由と挑戦の精神を表現したデジタルコンテンツを披露します。このコラボにより、新たな視点から自由なきらめきを感じ、彼らのクールでアイコニックな一面を垣間見ることができるでしょう。コラボの発表。ナンバー・アイ・ガボウック・ジャパン公式ウェブサイトとイブ・サンローランのリーブ・ラ・フレグランスとのコラボについての発表は、11月20日に行われました。 このデジタルコンテンツは20日から o o k Japan 公式ウェブサイトで視聴可能となりファンや興味を持つ読者たちに新しいフレグランス体験を提供することが期待されています。リーブラの世界観を伝える動画コンテンツ。3人のメンバーはリーブラと名付けられたフレグランスの世界観を動画コンテンツを通して紹介します。 フランス語で自由という意味を持つリーブラは飾らず素直に自分らしく生きることの美学を追求します。彼らはクールでアイコニック、そしてドキリとするセクシーさを組み合わせ自由なきらめきを象徴します。 この特別なコンテンツでは、視聴者は、ナンバー・アイがどのように、リーブラの香りとコンセプトを体現し、自分らしさを表現しているのかを垣間見ることができるでしょう。注目を浴びるダブルカバー雑誌、ナイロン。ナンバー・アイはこのコラボの前に、ナイロン、詩のダブルカバーを飾り、結成後初のメディア露出を果たしました。予約受付開始からわずか1日で、 発売前に重版が決定するなど、彼らの登場によって雑誌は大きな注目を集めました。彼らの自由な精神と独自の魅力が多くの読者たちに共感を呼び起こし、話題となっています。メンバーのインタビューで語る新たな挑戦。ナンバー・アイのメンバーである平野と神宮寺は、10月15日に株式会社トべ、公式 YouTube チャンネルで行われた。 緊急性配信に登場し、新グループの結成を発表しました。彼らは5月にキング・アブソ脱退し、9月末に旧ジャニーズ事務所を退所した岸優太の飛べ介入を発表した際、東京ドームからの生配信を行いました。この配信では、新しいグループの方向性や活動についての情報がファンたちに伝えられました。ナンバー・ I の誕生。 ナンバー i は、平野志洋、神宮寺勇太、岸優太の3人によって結成されました。彼らのグループ名はナンバー i と読みます。それぞれが個性的でありながらも、力強いパフォーマンスと魅力を備えた彼らは、日本のエンターテインメントシーンに新しい風を吹き込むことが期待されています。ナンバー i とトべの新たな始めめ、 ナンバーアイの結成はメンバーそれぞれの新たな一歩でもあります。平野と神宮寺は10月15日の緊急性配信でシユうのトベ介入を発表し新グループの結成を報告しました。これにより3人はトベの一員として新たな挑戦に向けて進んでいます。ナンバーアイとリーブラの相性。 ナンバー i のメンバーがリーブラとのコラボに選ばれたのは彼らの自由な精神と挑戦的な姿勢がリーブラのコンセプトと相性が良いからと言えるでしょう。フレグランスリーブラは自由でありながら洗練されたエレガンスを追求するブランドイブ・サンローランの象徴的な香りであり、その自由なスパイリットを ナンバー・アイが表現することで新しい魅力が生まれることは間違いありません。ナンバー・アイとリーブラの特別なコラボはファッションとエンターテインメントの融合として注目を浴びています。彼らの新しいデジタルコンテンツは視聴者に自由なきらめきを感じさせ、クールでアイコニックな一面を垣間見る機会を提供します。 また、雑誌、ライロンでのダブルカバーも成功を収め、グループの人気が急上昇していることを示しています。今後のナンバーアイの活動やリーブラとのコラボによる影響に注目が集まります。